日本のご近所の銭湯の書いてあるこう絵がみたいな、ちょっとこう古めかしい雰囲気があったりするように思われがちなんですが、一周回ってこうレトロな、ちょっと若い世代には逆に新鮮なものになってきていたりするので、そういったところで新しいニーズは出てきているのかと。田中瑞希です。銭湯でペンキ絵を描いています。銭湯というのは日本でみんなが入れるお風呂なんですけれども、昔は宗教的にお風呂を振る舞うっていう慣習があったそうで、そこからこうだんだんみんなでお風呂に入るっていう文化が根付いてきて、銭湯、昔景気がいい時にすごく豪華なお寺のような建物を作ったりしていて、そういったちょっと豪華な文化というものが根付いているので、やっぱりこう絵があったりとか、なんかこうちょっと素敵なタイルが使われていたりとか、そういったところが楽しまれてますね。銭湯のペンキ絵のスタイルでいうと風景画を描きまして、一番多い画題だと富士山を描きます。青空と、あとこう青い富士山と白い雲と水辺の風景で、遠くの山でこう緑色の山があったりというふうな感じの色味が多いんですけど、銭湯のペンキ絵の役割といいますと、なんだろうな、こう東京にいながらいろんな地域に旅をした気持ちが味わえたりとか、繰り返しの中で新しい世界に接する喜びみたいなものがあるので、なんかこうぼんやりと眺めて楽しんで、なんかまた前向きな気持ちになるっていう、そういったところが結構重要だったりするのかなと思います。私がこう唯一の若手になっている状況だと、割とこう銭湯が1970年代ぐらいからどんどん減ってきていたりということがあったりとか、職人として生きていくっていうのが日本では割とこう珍しい生き方のパターンになってしまっていたりするので、そうなっているのかなと思うんですけど、さて今日はゲストの皆さんも来てくださっています。なんかこうネットを使って情報を出していったりとか、イベントなどでペンキ絵を実際に描くところをいろんな方に見ていただいて、結構残っていけるのではないかなとは思うんですが、これはチャレンジですね。そうですね、この仕事を続けている理由というのは、なんかもう、書くのが楽しいという、書き終わるとなんか、あ、一面全面本当に新しい世界になったっていう、そういったなんか喜びがあったりとか、